1997年、少年サッカーチームから始まった小さなクラブが名前を変えた。シノキ、花の名前を取ってゼルビア、FC 町田ゼルビアの誕生だ。その当時、東京都リーグ一部に在籍していたクラブは、徐々にカテゴリーを上げていき、2018年には、クラブ史上最高順位となる J2 リーグ4位でシーズンを終えた。もう夢の J1 昇格は目前かと思われたが、翌年はまさかの18位に転落。その後も浮き沈みを繰り返した。そして2023年、 FC 町田ゼルビアに転機が訪れた。黒田剛監督就任。高校サッカー界のレジェンド監督を迎え入れたクラブは、心機一転、新たな挑戦をスタートさせた。プロとアマチュアは違う、 J リーグを甘く見ている。そんな雑音に包まれながら迎えた2023シーズン。開幕戦の結果はスコアレスドロー。勝ち点1こそ取れたが、 FC 町田ゼルビアの挑戦はやはり無謀だったのか。そんな懸念はすぐに吹き飛んだ。第2節でザスパ草津群馬を2対0で破ると、そこから怒涛の6連勝。黒田監督によって失点へのアレルギーを植え付けられた選手たちは、堅い守備をベースにしたカウンターサッカーで快進撃を続けた。流し落としてヘリキが一番ダントツで強かったなっていう印象で、チームが一致団結してる感じがします。対戦するとすごい嫌だけど、見てて面白いチームだなと思います。2023年10月22日、 FC 町田ゼルビアは開幕前の批判的な声を払いのけ、念願の J1 昇格を決めた。結果を見ると、第4節に首位に立って以来、第9節で一度2位に後退したのを除けば、首位の座に座り続けた圧倒的な優勝だった。 FC 町田ゼルビアは逆境を乗り越え花を咲かせた。そしてこれから大きな木へとさらに成長を続けるのだろう。